こんばんは、亀山ライダーです。今日はですね、夕方です。もう6時を回りました。今はこれは五日市市のあたりかな。はい。今日はですね、ナイトツーリングです。ナイトツーリングで奥多摩に行きます。林道は走りません。今日は奥多摩駅のあたりで花火があるんだそうです。で、その花火をですね、見てみたいと思いまして、奥多摩に向かっています。あんまりさ、この時間に奥多摩に向かって走ることはないですけれど、夕日がさ、すごい綺麗。それからですね、ちょっと説明が遅れましたけれど、今日は見ての通りスーパーカブです。まあ、なんでスーパーカブかっていうと、まあいつもの通りナイトツーリングといえばスーパーカブで行ってますし、まあ、今日は花火大会っていうことなんで、それなりにこう混むんじゃないかなってところもあるわけですよ。この奥多摩の花火大会、亀山も行くの初めてです。まあどんな具合かわからないんですけれど、バイクで行く花火大会、そんなことができるのは奥多摩ぐらいなんじゃないかなって思うんですよ。東京都内だったらそれなりにね、人出はあると思いますんで、人混みに紛れるにはスーパーカブが最適なんじゃないかということで、今日はスーパーカブで行くことにしました。どんな花火大会かというと、奥多摩駅の近く、山の上から打ち上げるそうです。なので、奥多摩駅の周辺だったならどこでも見えるってことでした。打ち上げる数は1000発です。人出は1万人ぐらいっていうことなんで、まあそんなにですね、多くないわけですよ。そういう小規模な花火大会なんですけれど、なんでもですね、まあその山の上から上げて、周りも山だから花火の音がすごく響き渡るんだそうです。それが結構こうすごいぞってことで、結構おすすめしてる人多かったです。で、奥多摩の花火どこで見るかなんですよ。本当、下から見るか横から見るか。まあ最初はですね、散々林道行ったんで、林道で見ようかなとか思ったんですよ。一応候補にしたのは佐野木戸山展望所、あとこの間行った井戸入り林道、多分あの辺だったなら見えるんじゃないかなと思いつつも、まあどうなんだと、そんな真夜中に林道入って花火を眺めるってのは、それこそね、本当なんか熊に襲われそうな気もするわけですよ。そんなところでなんかおつまみでも食べながら見せたら。なのでですね、ちょっと考えて、今回はですね、奥多摩の奥多摩中学校というのがあります。そこがですね、まあ穴場ということで紹介されてたんで、そのあたりから見ようかなととりあえず思っています。まああれだよね、山がいっぱいあるからさ、どっから打ち上げられるのかわからないけれど、影になっちゃうと見えないよね、高いところにいても。多摩川南岸道路です。多分ですね、青梅街道そのまま行くと通行規制にぶつかるんじゃないかなと思うんですよ。もうすぐですね。なんか今人が出てたからこの辺も見えるんだろうな。あ、そこ通行規制してんな。右方向ってことなんだけれど、あ、ここ入れないんだ。今のところ入ってくと中学校なんですけれど、入れませんでしたね。ってことはどうしようかな、まあ、戻ってもう道沿いで見てもいいかなって気もするんですけれど、ちょっとまだ時間があるんで進んでみましょう。ちょっとここどうなんだろう、ここ見えんのかな。なんかその辺に上がるんだと思うんですけれど、打ち上げは7時40分からなんで、まだ50分ぐらいあります。ここは一つ候補にしようと思います。その山のねところから見えるんであれば、いいし、でまあここで見れなかったら、トンネル戻ってって、さっきの中学校のところ、まああそこは入れないんですけれど、その手前地元の住人が出てたんで、あの辺は見れるんだろうと思います。なのでそっちに行くと。はい、そんな感じです。よし、じゃあちょっと回ってみるか。
はい、ですね、今ちょっとさっきの場所で人が来たんで聞いてみたら、ちょっと今の場所は厳しいんじゃないかってことでした。なのでもうちょっとこう駅の方に近づいてみます。まあ、この辺すごいな、なんか車いっぱい止まってるぞ。なんかあれですよね、ここに止めて歩いてるみたいなことを言ってたんで、まあ、せっかくあの下部なんで、なるべく近くに行きたいと思います。うわ、いっぱい歩いてるな、いっぱい歩いてる。あ、ここで交通規制。あ、だけどここ見てる人がいるな、この辺か。はい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 、なるほど。ちょっと待てよ、でもここ止めるわけにはいかないよな。あ、ここで今入れないのかな。ごめんなさい、大工さんなんですぐ伝わると思うんですけど、はい、ここ見てすごい渋滞してるんですよ、ええ、で戻ってもらって、ええ、信号を左でバイパス取ったのが早いです。あ、なるほど。もう通れないってことです、逆に言うと。通れないのね。あのね、ちょっと山の方登って花火見ようかなとか思ったんだけど、とても通れないから人が今出てます。出てる、佐野木戸山の方の方に行こうかなと思った。そう、行きたい気持ちは分かるんですけど、ちょっと通せないっていう感じです。通せないって感じ。もらって逆に、はい、信号戻ってもらって、はいはい、ぐるっと今度上がってもらうかですね。ああ、駅前のところ、まあまあぐるっと回って、わ、はい、かりました、わかりました、わかりました、わかりました。という状況でちょっとどうしようもないっていうのが現状です。わかりました、わかりました。うまくバイクなんで U ターンしてください。わかりました、はい。ですね、なんか行っても大丈夫そうな気がするんですけれど、あのもうちょっと先で佐野木戸山なんですけれど、そこ入れなかったです。もう逆に言うとこの辺でいいって感じなんで、ちょっとそのあたりとか、あ、今入ってった、はい。ちょっとバイクなんでちょっとこの辺入ってって見ますか。あれ、すいませんすいません、ここって花火見え、花火見えますよ。見えます。見えるけど、ここは住民だけど。あ、そうなんで。それだったら、今、こう、二股になったでしょ。はいはい。あれの左、あの、下から上がった、上から降りていったら左と、そこのグランド。ええー。そこは、あの、一般の方の店員。あー、わかりました、わかりました。なるほど。わかりました。いや、あの東京のあの中野の方から来てちょっと帰りにどこら辺がいいかな。あの最初佐野木戸山の方に行こうかなとか思ってたんですけど、あそこね、もう入れないのね、なんかあのだからちょっと、じゃあ、はい、灰が降ってくんのこの辺そうなんだ。わかりました、わかりました。はい。グランド、あのでっかいところだよね。はいはいはい、あそこね。あそこ見える。わかりました、わかりました。はい、どうも。すいません、バイクは見れないですか。すいません、駐車場がなくて、ええ、いっぱいなんですけれども。ええ。そこに向いていったのです。そっとです。そう、帰りました。すいません、ここはなんていう場所なんですか。ここはあの小手原総合運動公園。小手原総合運動公園。時原。登るに測るで。はいはいはい。測るってあの計算の計ね。はあ。はあ。愛宕山。わかりました、ありがとうございます。ちょっと初めて来ていろいろ情報ありがとうございます。向こうが愛宕山で、ここが時原そう運動公園ってことです。奥様、農業花火大会にお越しいただきましてありがとうございます。あと5分ほどで消灯いたします。ここ消灯するみたいです、これから。いいっすね。なんかすごい場所にたどり着いた気がするぞ、これ。よし、ここで見ましょう。
はい、花火大会終了です。いやーよかったな、これはなかなか、はい、よかったですということで、今回は奥多摩花火大会ナイトツーリングでした。東京までは、まあ、ここ東京ですけれど、はい、帰るのはここから2時間です。いやもうカブだと高速道路使えないのが辛いですね、帰りは。はい、まあ、しょうがない、ゆっくり帰ります。それでは今回の動画はここまでです。この動画が楽しかった人はいいねボタン、つまらなかった人もいいねボタン、ついでにチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それではまた次回のツーリングでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。仮面馬ライダーでした。バイバイ。